皆さんこんにちは、陽子です。冒頭でもお伝えしました通り、今週はちょっといろいろと出かけなければいけない用事がいっぱいありまして、もしかしたら予想動画のアップが少し遅れてしまうかもしれません。ですが、なるべくいつも通りのスケジュールを予定をしていますので、ぜひご覧いただければと思います。さて、今回は G1 の最高配当も飛び出した牝馬限定の G1 第12回ビクトリアマイルの展望です。今回も様々なデータから注目ポイントを探していきましょう。まずはコースの特徴についてです。今週行われた NHK マイルカップと大きく違う点は、芝コースの設定が A コースから B コースに変更になることです。 A コースで行われた NHK マイルカップは、アエロリッドが馬場の外側を進んで勝ちましたが、来週も同じ状況になるとは限らないと思われます。この点は頭に入れておいた方が良さそうです。これがどのように影響するかというと、内側の芝の状態が改善されるため、前残りになる比率が高くなる傾向が見えてきました。こちらがNHK マイルカップとビクトリアマイルにおける過去10年の客室別の成績ですが、これらを比べてみますと、ご覧の通り明らかに追い込み馬の成績が悪くなっていることから、ビクトリアマイルの方が前残りになるケースが多いようです。ただ去年のように差しと追い込み場で上位が決まることもありますし、ビクトリアマイルで一番勝っているのは差し馬ということで、後方から切れ味のある馬もチェックが必要です。そしてこちらが過去10年の1着から3着までのデータです。2008年から2009年にかけてのウォッカ、2010年から11年にかけてのブエナビスタ、2012年から13年にかけてのホエールキャプチャ、2013年、14年に連覇のフィルシーナ、2015年と16年に連覇したストレイトガールと、このレースはリピーターが相当多いように感じます。その点を考えると、昨年2着のミッキークイーンに注目が集まりそうですが、差のない4着にはスマートレイヤー、そこから花差の5着にはルージュバックが入るなど、2年続けてこのレースに参戦してくる馬の数がそもそも多いので、これがリピーターの多い原因を作り出しています。今年も去年の出走馬が7頭も登録があり、同じことが繰り返される可能性も十分考えられます。そして2014年まではほぼ4歳5歳で馬券圏内は決着していましたが、一昨年は6歳馬が2頭、さらに去年は史上初めて7歳馬が勝ってしまったように、近年の上位馬は年齢に関係なく馬券圏内に来ることに注意した方が良さそうです。これは今回7歳馬で登録のある浮世の風やスマートレイヤーにとっては心強いデータですね。また過去10年の連帯馬は、2007年の朝日ライジングを除いて過去10年でほぼ全頭重賞勝ちの経験がありました。3着馬でも10頭中7頭が重賞勝ちの経験があるということで、ここで重賞初勝利を飾るということはデータ上はかなり厳しいようです。このデータは有力馬でいうとアドマイアリードやジュールポレール、アットザシーサイドにとってはよろしくないデータになります。続いてこちらが前走成績です。ご覧いただくとお分かりのように、
NHK マイルとは打って変わって、馬券に絡んだ馬の前走は芝の 1200m からドバイの 2410m、 ダート競争もあったりで、国際 G1 から1600万の条件戦まで多彩なローテーションから馬券に絡んできています。ですので、ここでは前走からの感覚に注目したいと思います。こちらは前走からの出走間隔を表示していますが、10周以上間隔の空いた馬がほとんどいないことがわかります。一番間隔が長い馬で、2月中旬の京都牝馬ステークスからということで、出走間隔が3周しかない福島牝馬ステークス組の方が馬券に絡んでおり、休養明けの馬にとっては不利なデータが出てきています。続いては登録段階での気になる馬をピックアップ。まずはリピーターのお話もしましたが、その中でも人気になるであろうミッキークイーンについてです。去年のビクトリアマイル2着以降、引退間際に追い込まれるほどの怪我を乗り越えて、前走の阪神牝馬ステークスは抜群の切れ味で1年半ぶりの優勝を飾りました。今回は休み明け2戦目で不安視されていた足元も順調ということで期待が高まるところ。ただ前走勝った馬がこのレースを勝ったのは第1回から第11回までで、2008年のたった1回しかないということで、そこだけはデータ的に引っかかります。ただそこまで考えると重箱の隅をつつくような話になってしまうので、このデータを当てにするのか、それとも無視するのか、注目したい一頭です。そしてもう一頭、陽子予想関係者の知り合いの方が出資している G1 タイトルがどうしても欲しいルージュバックについてです。前走の金庫賞は直線で前のスペースが開かなかったり、外に出そうとすると他の馬に寄られたりということで、加速できないまま流れ込んでしまったことに対して戸崎騎手は非常に後悔されていました。その後は状態面を考慮して大阪杯の出走は見送り、ここに合わせて外厩で調整を続けてきました。ただ4月の中旬まで馬体の回復に努めてきたものの、馬体が回復してきた一方で、ここ最近はタイムが出ているものの、年齢のせいか自ら進んでいく姿勢が若い時に比べるとあまり見られないのが心配という声が聞こえてきました。 G1 で勝負できるポテンシャルは持っていると大竹調教師はおっしゃっていますし、年齢的にも今年が G1 ゲットに向けたラストイヤー、ギリギリの仕上げをしてくるようで、勝負できる体勢が整っているのか注目しておきたい一頭です。以上、気になる馬についてでした。おととしは G1 の史上最高配当も出ましたし、この時期の牝馬ということで、レースに向けて良いコンディションを保つのが非常に難しそうです。実績のあるコバがニューフェイスを寄せ付けないのか、それともデータを覆して新しい女王が現れるのか、今週も非常に興味深い戦いになりそうですね。馬券としても軸は決まっても、今度は相手選びが非常に難しくなりそうですので、皆さんの気になる馬も参考にしていきたいと考えています。今週はビクトリアマイルの予想と慶応杯スプリングカップの予想をアップする予定です。それでは今週も皆様が素敵な週末を迎えられますように。チャンネル登録やコメントで応援をしていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。